ベタンはこの動画のことを覚えてるのだ。もちろん覚えてるわよ。サムネに貼ったどでかい UNKO のイラストのせいで X のフォロワーさんからリポストしにくいって言われた話題の動画なのだ。話題というかなんというか、まああんまりお下品な画像で自分の赤を汚したくないですもんね。この動画からだいたい1ヶ月ほど経過したから、今日はその経過報告をするのだ。まあなんだかんだちょっと気になる内容ではあるわね。早速行くのだ。よろしく。これが設置した日の映像ね。この白いスポンジの中に野菜の種を植えたのよね。1つのスポンジに2粒植えたのだ。で1ヶ月後の現在の様子がこちらになります。何これ、何の成果も得られませんでした。ああ、うん、まさかの全滅。全滅なのだ。なんでなのかしら。ここに植えた種は小松菜なんかのミックスなんだけど、小松菜って光合成種子って言って、光があると発芽しやすい種のはずなんだけど、この場合光は十分に当たってたと思うのだ。仮説を立てるとしたら、光不足、酸素不足、温度不足、子自体の品質だと思うんだけど、どれも問題なかったと思うんだよな。強いて言うなら100均で買った種の品質か、激落ちくんは栽培に向いてないってところかしらね。実は1個だけ発芽したやつがあったんだけど、子葉が持ち上がる前に力尽きてそのままお亡くなりになったのだ。水質は大丈夫なの？水質って栽培に適してるかどうかってこと？そんなんあるの？普通に水草やグッピーは元気だし、発芽だけでもしたっていいと思うんだけどな。まあそう簡単にはいかないってことね。かかったお金は330円だし全然いいんだけどさ、ワクワクドキドキみたいな感情が行き場をなくしてさまよってるのだ。もうこうなったらお魚の糞を直接さらない。やめろ、そこまで動画にかけるな。まあこの水槽自体は安定してるし、このハイドロボールに逃がしておいたガジュマルたちをまた水耕栽培に戻すのだ。ハイポン、この子たちは順調なのよね。不思議よね。もうサラダ菜のことは忘れるのだ。この水槽のお魚たちはどうなってるの？アダムとイブと名付けた2匹のグッピーたちの子供が無事に成長してるのだ。映像だと分かりにくいけど全部で20匹くらいはいるかな。エビたちは？これも分かりにくいけど順調に増えてるのだ。後で気づいたんだけど、種に防カビ剤や防虫剤が塗られてる可能性もゼロじゃないから、アクアポニックスにチャレンジする人は種選びも慎重にした方がいいと思うのだ。影響で水槽内の環境が崩壊しちゃったら元も子もないですもんね。ちょっと早いけどエンディングなのだ。発芽くらいはすると思ってたから結構ショックだったのだ。何でもやってみないとわからないってことね。残った種は春になったらズン太郎たちとお庭で家庭菜園にでも使うのだ。今度はうまくいくといいわね。うまくいかなくても楽しかったらそれでいいのだ。あとアクアポニックスについてはもう少し専門知識をちゃんと調べる必要があったかな。植物なんて水と光さえあれば育ちそうなもんだけど意外と難しいのね。勉強になったのだ。今度こそ年内の動画はこれで最後になりそうなのだ。もうそろそろチャンネルを立ち上げて1年になるかしら。来年もどうぞよろしくなのだ。それじゃあバイバイ。